ここで前回の昨日のですね、昨日の人の名前を覚えておきます。例えば昨日の最新、昨日のこの画面の一番上に来ていた人が、例えばこの人だったら、この人から選んでいって、でここの直接メッセージのところで、ファーストメッセージを入れると。まあこんな感じでやっていって、でまあ毎日ですね、まあ、毎日要は、ここ最後の一番上までこうやって進んでいって、今メッセージをこうやってバーって送ったとしたら、この一番上のこの人を覚えておいて、で、次回この人がまた下に行っていて、新しいのが上に乗っかってると思うんで、それにメッセージをしていくという流れです。お願いいたします。